して日本を元気にする宗教道改革を統括するプロの田中です。さてですね、これ片岡珠子さんですね、今うちで、販売中のものですけども、この片岡珠子さん、あの言わずと知れたもう日本画としては超有名、作家ですね。で、珠子さんというのはもともと日本画の、院展でしたっけ、院展の世界で超異端だったわけですけど、大体ね、若い頃いじめられて異端のいじめられとかあるんですけど、小林古慶さんがね、珠子さんにあんたの絵はそれでいいんだって言って元気づけられてやったら、やっぱり人と違うことって武器なんですね。非常に人気のある作家となってですね、展覧会やればもう人が押し寄せるという作家さんになりました。今でも大変評価高く人気です。珠子さんのものをお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ、お譲りください。私どもでは数多く扱っています。絵画骨董買取プロ、この、なんていうんですか、ブランドで、買取を行っております。こちらのフリーダイヤルまでご連絡ください。はい、ありがとうございます。